これ非常に珍しいですね。長さがちょっと正確に測ってないんですけども、1軒半弱ぐらいですね。で、そうですね、八角かな、内径とか外寸がちょっとわからないんですけども、そうですね、もしで、それをさせていただけるとすごいありがたいです。吹き口がこんな感じですね。でやっぱり内側が細くて、焼きごてじゃなくて、工具で掘ってますね、これ。これはですね、1本の木を、焼きごてとかくり抜いたんじゃなくて、ですね、多分2つに竹を押さえたような感じで、ここで張り合わせが、筋がそうですね、張り合わせで、まあ当然こうじゃなきゃ作れないでしょうけども、結構作りがいいです。で断面が八角形ですね。で先端、先端に向かって細くなってます。ですね、ここの吹き口のこの直径44です。44というと昔の寸法でいうと、何でしょうね、3センチちょっとですよね。長さ2メートル60ですね。吹き口約13ミリか14ミリです。吹き出しの方が細くなってるから、本当にこれは使い方を知ってる人が作った人の可能性はあります。1本の棒で作らないで細ってますからね。実際に使い方を知ってた人がレプリカであったとしても、使い方を知ってる人が作ったんでしょうね。ですね、仮にこれがレプリカで、誰かが、マニアの方とか、古武具の研究家の人が作ったものだったとしても、それでもこういうのが残ってるのはまずないです。